で、次に上げた動画というのは、まあ何で上げたのかなと思うんですけども、そうですね。やっぱ携帯電話の8121とかで、動画上げたこともあったんですけども、ただ、この8121で上げた動画、まあ、8121に保存して外メモリーに入れて外メモリーから、パソコンに移して、それがメモビジョンの方に投稿したんですが、どういうわけか、3秒ぐらいしたら、画面が止まってしまうのです。それも随分おかしな話だなと思うんですが、これは、アメーバブログを運営しているところ、アメーバブログの、ところに電話をして聞いてみたんですけども、こういう仕様だからしょうがないという返答でした。